津島ガス株式会社は愛知県津島市に本社を置く愛知県西小針をエリアとする一般ガス事業者である。2013年現在の営業エリアは愛知県津島市愛西市の一部である。津島ガスは2005年まで津島市周辺に加えて尾張北部の港南市でも都市ガス供給事業を展開していた。港南地区での事業は市の発展を目的に 高南市が誘致したもので、1957年4月15日に開始した。以来、津島ガスは、高南地区で都市ガスを製造、供給していたが、原料の天然ガスへの転換を計画するにあたり、同地区の事業を東方ガスに譲渡することとなった。東方ガス側も、津島ガス、高南地区が自社供給区域に隣接することから受け入れを、決定、2004年に、 両者の間で合意が成立した。2005年7月1日に事業譲渡は実施され、港南市への都市ガス供給事業は東方ガスへ移管された。ガス工場は港南市大間町新町に所在。1957年から石炭を主原料とする都市ガスの製造を開始、1965年からは石油系の都市ガスの製造に転換した。工場は 事業上渡に伴い東方ガス、港南製造所となったが、天然ガス転換の完了により、同年12月に創業を停止した。ありがとうございます。